Thank you.
こんばんは。こんばんは。世界に誇れる日本のミュージシャンを紹介する音楽番組ミュージックシェア司会の本田道夫です。よろしくお願いします。今月も、レッドブルミュージックスタジオズ東京からお届けしております。で、本日のゲストは桜鶴田さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当素晴らしいライブありがとうございました。なんかもう本当に映画を一本見終わったかのような満足感でなんかスタッフもみんなもっと見ていたいっていう気持ちでいたようです。ありがとうございます。なんかよく壮大な音だよねサウンドだよねっていうのはよく言われるんですけど、うん、やっぱりその私はメインのセットアップがそのラップトップ上でこう全部制御してるのでラップトップ一つに頼るなんかいつ落ちてもいつ落ちるかわからないようなものを一つでこうやっていくっていうのがどれだけリスキーかっていうのを今日は改めてちょっと感じた回でした。でもなんか落ちなくてよかったです本当に、はい、本当止まるときは止まりますからね。そうなんですよね、うん、そうするとなんかねおしゃべりでつないだりとかなんかわけのわからないことになっちゃうんですけども、それでは早速ですね、こっちもう大丈夫、見て伊藤さんのカメラ見たりしながらでいいですかね。なんかまあ音楽をやっていくっていうかやる経緯みたいなこととかをちょっとお伺いしていきたいんですけれども、どっから聞こうかな。もうちっちゃい時からもうやってたんですかね。なんかそうですね、ピアノ3歳の時から始めて。3歳めっちゃ早くないですか。そうですよね。なんかハマってしまって、うん、こうやっぱり小さい時は親に練習しなさいしなさいって言われながら弾いてたこともあったんですけど、うん、自然と続けるうちに、あ、私音楽割と好きかもしれないって思って音大に進学を決めました。うーん、はい、もう3歳の時に好きだってなったんですか。いやこれだってことはなかった、まだその時は思ってなかったかもしれないですけど、うん、でもピアノのレッスンは毎週すごい楽しみでしたね、はい、ってことは、まあ、入りはクラシックから始まってたりしますかね。そうです、はい、なんか結構ミュージックシェアに出るミュージシャンの皆さん最初やっぱりクラシック聴いてた方とか、はい、家でそう流れてたとかそういうのが、はい、そういう方が多いですね、はい、うん、そうみたいですね。で私もやっぱりクラシックのバックグラウンドがあることに今すごい救われてるなって思う瞬間がたくさんあって、うん、そのもうがっつりクラシックの、そのモーツァルトだったりベートーベンだったりっていうのもすごい好きなんですけど、私がすごい好きなのは20世紀の音楽なんですよね、うん、で20世紀の音楽ってまあいろいろ本当にたくさんあるんですけど実験的なものが多くて、うん、それがエレクトロニックミュージックにつながってるんですよね歴史的に、うん、なので私もともと今エレクトロニックミュージックをこう制作してパフォーマンスをしてっていうことをやってますけど、もともとのエレクトロニックミュージックの道ってスタート地点っていうのがダンスミュージックではなくって、うん、結構アカデミックなというか、そうですね、20世紀音楽から入っていったのかなって思います、うん、今思い返せば。そう、それで大学なんですけれども、はい、バークレーに行ってらっしゃって、それで音楽療法をの、学んでたっていうことなんですけど、音楽療法っていうのはどういう内容になるんですかね。はい、これがまた割と幅広でですね、うん、音楽療法のそのフィールドの中でもいろんなことをやってる人がもう本当にたくさんいるんですけど、うん、私がやっていたのは、老人ホームだったりとか、うん、病院だったりとかで音楽のアクティビティを患者さんと一緒にするということなんですね、うん、でそれが私から一方的に演奏するということではなくて、その患者さんにもご参加いただかなきゃいけない、そのこうフィードバックがお互いなければいけないっていうのが演奏とミュージックセラピーの一番の違いだと私は思っていて、でその音楽のアクティビティの中にもやっぱりそのクオリティオブライフを向上させるだったりとか、こう健康を維持するとか、いろいろただ音楽をやっているだけではなくって、その患者さん一人一人によって目標が違うんですよね、はい、なので私がそうですね2016
6年ぐらいですかね、うん、に勤めていた施設では脳神経学的か障害を持った患者さんがとてもたくさんいらっしゃったとこだったんです。なのでリハビリ歩けるようになるためにリハビリとして音楽を用いるというようなアクティビティだったりとか、あとはもうみんなでドラムサークルをやってもうポコポコポコってやって楽しむとか、そういったものもありましたし、リサーチ研究とかもやってましたね。本当幅広な活動をその時はさせていただいてました。もうそういうなんか両方的、その音楽両方的にはそのまあ脳にこう作用するっていう意味では、なんかまあその太鼓叩いたりとかパーカッション叩いたりっていうのはなんとなくこう能動的な音だなと思うんで、なんか実感としてなんかわかるんですけど、他にはどういう系統の音楽が多かったですかね。そうですね、その患者さんによって好きな音楽って、うん、やっぱ皆さん好きな音楽って違うじゃないですか。なのでその人の好みに合わせて曲を選曲したりとか、あとはもうなんかポエム、詩が載った本を開いて、こうその日の詩を開いて、今日はこういうことが書いてあるけどこれはどう思うみたいな、そういうお話を始めて、そこから即興で演奏するみたいなこともありましたね。なんかポエトリーリーディング的なことを、はいではなくて、もう本当に そうですね、それなんですけど、うん、でもそれをその中にある言葉とかフレーズとかをインスピレーションとして歌詞を作って一緒に歌ってみるとか、そういうことも。結構そんなの普通にみんなその場でパッてできるもんなんですかね。まあ、できる時とできない時がなるほどな。でもその過程みたいなことが大事だったりっていう。そうですね、どうなんですかね、はい、一緒にその音楽体験、ポジティブな音楽体験を一緒にするっていうことがやっぱり一番大事だと思います。なるほど。で、まあ、そういったことを学びながら、なんと首席で卒業されてで、まあまあ、その施設で、はい、まあ、働かれて、でその後、もう一回大学に入られるじゃないですか。これはどういったことがきっかけだったんですか。はいはい、その私が勤めていた施設でやっぱりリハビリで音楽を用いることが多かったので、うん、そのギターだったりピアノだったり、あとドラムだったり、そういう生楽器だけじゃなくって、ちょっとラップトップ持ってっちゃおうかなって思った時があったんですよ。であんまり皆さんちょっとそういうことにこうオープンじゃないというか、ラップトップ持ってくの部屋にみたいな、患者さんの部屋に持ってくのみたいな感じで最初は言われたんですけど、持ってってみて、でこうなんていうんですかね、ミディデバイス、ミディコントローラーとか持ってって押したら音が出るみたいなことをやってたら、そのキラキラ光ったりとか、押すだけで音が、出したい音がすぐ出るだったりとかで、その患者さんの反応がすごく想像以上に良かったんですよね。でなんかミュージックテクノロジーってもっと掘り下げてみたいなと思っていろいろ調べてたら、本当沼で、もうこれはちょっと面白いなと思って、もう一回バークリーにもう普通に面接受けて、もう一回入らせてくださいって言って入らせていただいて、で2回目は、プロダクションとデザインの学科で勉強したので、まあ、アルデュニオのを使ってこう音をプログラミングしてデバイスを作るみたいなこともやりましたし、あとまあもちろん作曲とかエンジニアリングに関したことを勉強したりとかっていう流れでしたね、2回目は。あ、じゃあもうなんかその音楽を作る以外にもなんかさまざまなことをちょっと学ばれてたりっていうことですよね。そうですね、そこが多分デザインのところだと思うんですけど、その楽器のデザイン、デバイスのデザインをしたりとか、あとはセットデザインですね、インスタレーションだったりとか、ステージのデザイン、その音と一緒に動くように、こうなんかライトがこの時に こんな風に光るようにするとか、そういういろいろ深いことも本当表面だけではありますけど、なんか面白い経歴ですよね。なんか本当多分今まで出た中でそういったかなんか勉強された方は多分今までいなかったんじゃないかなと思います。そうですね、面白い。なんかこういろんなこうライブをただするだけじゃなくて、いろんな形がこう実現できそうだなと思うんですけども、なんかこうなんだろう、今後の目標っていうか、こういうことがやっていきたいなって、まだ音源とか出されたりする予定とかってあったりするんですかね。今年の秋に一応一つ決まっ
ていて、うん、はい、スロベニアのレーベルから今話があったんで。スロベニアですか？そうなんですよ、すごい、なんかえって感じですよね。どうして スロベニアなんですかね。友達、たまたま私の曲を、うん、ミキシングとマスタリングをしてくれた子が、この曲すごいいいと思うから僕のレーベルの人にちょっと話してみるよって言ってくれた子がいて、うん、私なんかあじゃあお願いみたいな感じでもなくて、うん、あうんみたいなあ、じゃあ、うん、じゃあどうぞみたいな感じで、返事をしたところ、これ出したいんですけどって、うん、あっち側から言ってくださって、で今いろいろ契約を進めているところです。じゃあ今日やってくださった曲の中からリリースされるものも。あ、そうですね、一番最後の曲ですかね、うん、ディストピアっていう曲です、うん、なるほど、すごいな、なんかそんな、なんか国から日本からは出さないんですか。機会があれば、うん、でもなんかあんまり積極的に探してるイメージがないんですけど、はい、そうですね、いろいろ楽曲ももうそうですね、完成してるものもあれば、うん、全然終わってない作りかけのとかも山ほどあるんですけど、うん、ちょっと結構前に書いたものが多くて、私の頭の中ではこれ今のタイミングでリリースしたいかなって思える曲が少ないんです、うん、なので今年からもうガンガンいっぱい新しい曲を書いて、それから検討しようかなと思います。なるほど。で、まあ、ライブもそのリリースに合わせて、まあ、やっていこうっていう感じですか。そうですね、できればそうやってできたらベストだと思います、うん、なんかこうさくらさんにしかできないこう感じのセットになっていくとすごくなんか面白そうだなって思うんですけど、はい、うん、いろいろそうですね、ライブそうですね、ライブもいろいろやりたいですし、もうやりたいことが山ほどあってどこから手をつけていいかもわからないくらいなんですけど、はい、そういうこれからの情報みたいなものはホームページの方に更新されていったりとか、ね、SNS にアップされたりとか、そういうことでゲットすればいいんですかね。そうですね、今一番やってるのは何だろう、インスタグラムですかね。でも、うん、ウェブサイトの方も随時更新してますし、まあ、インスタよりは頻度は少ないですけど、うん、あと私最近フェイスブックもアーティストページの方を始めて、なんか使い方が私そこまでよく分かってないんですけど、うん、でもそっちもやっぱフェイスブックだけ使ってる方とかもいると思うので、うん、そっちも更新していこうかなと思ってます。ツイッターはやってないですよね。ツイッターはやってなくて始めた方がいいんですかね。いや、なんか一応なんだろう、ツイッターのペリスコープっていうなんていうか動画配信でもやってるので、プラットフォームでも配信してるので、はい、まあ、いろいろとファンの方がこうリツイートされてたりとかするんで、はい、でもいないなと思ってそうなんですよね、アカウントだけ作ってあって今、うんうん、はい、まあまあでも、うん、適当でいいんじゃないですかね、はい、まあ、インスタグラムね、いつも見ればなんか新しい情報があったり、はい、今日本にいないんだなっていうことが分かったり本当いろんな国に行ってますよね。そうなんですよね、うん、お忙しい、はい、なんかありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。いや、本当に素敵なライブでしたね、うん、なんかすいません、なんか放送時間も遅れてしまったんですけれども。全然大丈夫でしょ。はい、ありがとうございました。またぜひお越しください。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、鶴田さくら、あ、さくら鶴田さんでした。ありがとうございます。で、来月の、放送、あ、ゲストはニューヨーク在住で、台湾の方ですね、ジョウ・エム・バーバーさんって QM88 って書いてジョウ・エム・バーバーさんっていう方がゲストでいらっしゃってくれます。それではまた来月も見てください。ありがとうございました。